アミータ、北部に入ったぞ。北部ね。ウトカルシュにはもう何年も行ってない。そこにはゴールデンパスの仲間がいるの。いい人たちよ。ウトカルシュは橋の向こう側。現地のことは彼らが一番詳しいわ。連絡を取ってみて。でも気をつけてね。この衛兵は普通の兵士たちよりずっと強くて頭も切れるから。地下の部屋で待っています。エイジー、南部と連絡が取れた。ありがとう。アミータとサバルに伝えてくれ。準備万端だと。バカ。よせ、俺の家族だ。とても可愛い。うん、おう、これで。これいいね。マホガニーか。しかもまた、家に劣らぬ素敵なカップルだ。善良なる市民。聞いたんだ。ウトカルシュで最高のもてなしを受けたければラナ家を訪れるといいって。いろんな人に聞いたが、みんな同じことを言うんだ。最高にいい人たちって、誰とでも話すって。誰とでもと聞くと、誰とでもと答える。うん、あまり絶賛するので私も会いたくなってね。かわいい子だ。ついでにちょっと注意したかった。注意ですか。ああ、そう、聞いてるかもしれないが、この辺りには非常に始末の悪い連中がたむろしている。そういった連中、要はテロリストが。そう、君たちの善意につけ込むかもしれない。君たちの評判にも影響する。それは当然避けたいはずだな。はい。さあ、なら私に守らせてくれるか。君の評判を守るために。お願いします、民兵官。喜んで引き受ける。意見があってとても嬉しい。さて、そろそろ失礼しよう。あともう少しで終わる。国民の気持ちが分かってないなんてよく言うよ。
やめろ、殺されるぞ。パガンを追う。アミータ、パガンがすぐ目の前にいる。エイジェン、決着をつける時だわ。分かってる。いや本当に。パガン？今殺しただろ。いや、君が殺したのは抜け毛が進行中だった影武者だ。どれだけ金をかけたかわかるか。アジア人ですらなかった。確かメルボルン出身だ。あの見事な頬骨を持って生まれたのが運の尽きだった。紙幣に使われてる絵はどっちだと思う？まあいい、過ぎたことは仕方がない。この次は君と私、1対1だ。